はい、富雄丸山公にやってきました。おお、こんな感じです。どっかあんのかな。ちょっと上上がってみようかね。富雄丸山公墳、100メートルほど歩くって聞いたんだけどね。これがね、11月30日にね、ここからいろんなものが出たいうことで現地説明会があったんやけどね、ちょっと来れなかったんでね、今日ね、なんか見ることできるかな。入られへんのか。これ宮内庁やないから入るとこないかね。随分前からね、これは大きい古墳でいうことね、分かってたんやけど、横は一歩通ってんやけどね、今日初めて寄ってみました。横はグラウンドか、これ。おお、横大きなグラウンドがあるの。これ学校なんかあんのかな。見当たらへんね、学校は。あれ、下ったの。下ってまんねんけどね。え、中入れないんだ。入れたら嬉しいんだけどね。まあ現地説明会があった後やから、もう見戻したらやろうけどね。行ったかで、いやいや、あら、全然行けないね。何にもわからんか、これでは。これではわかりませんな。あ、こういうふうになってるんだ、これ。こっちから行こうか。こういうふうになってるんやけどね、ここね。いや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 、いやいやいや、わからんね。何にも入れそうじゃないな、これ。入れませんか。ここにね、看板は先がこんなじゃね。これね、当時日本でナンバーワンの大きさやってね、それはなんかで見たんやけどね。これは国の施設でもないよな。よう残ってんね、国じゃなくて、国や県じゃなくてね。大概ね、みんなでね、崩すんだけどね。お、そっから入れんか。入れたら嬉しいけどな。ここ公園があるんだけど、公園はね。お、入れそうやで。中にね、礼拝場なんかはね、宮内庁のやつやったらほとんど作ってはねえけどね。市とか県のやつは大概ないね、そんなのはね。宮内庁はいろんな皇族方のね、名前つけてね。あら、あ、これか。ここ入れ、あ、これ、ここが出てきたんやろな。入れないやな、やっぱり。これ、今やってありますわ。発掘してありますよ、まだ。これ随分大きいんだけどね、発掘中でございます。入りませんでした。現地案内時がね、ずっとやってやったんやけどね。11月の30日だったかな。いやいや、木がみんな切り倒して、これが宮内庁じゃないからできんねんな。普段やったら山やから、こんなん見られへんねんけどね、こんなんね。ね、これ、まあやってやりますよ。ね、何が出てきたんだろうな。あとでちょっとね、具体的なことはね、見てみましょうかね。もう発表があったから、おそらくね、発表があったから、なんかどっかにウェブ載せてあるかもしれないね。ちょっと見てみたいな。この大きさですよ。この大きさでございます。ちょっと中に入れないんだな。よいしょ、入りませんでした。それでも一回見とかんとね、
どかないきませんの、ここはね。誕生日の人これなんでね。バックしたからに取ろうか。まあちょうど西日が当たってますわ。全く前が見えない、西日で。全く見えませんわ。山ですね、山。完全な山でございます。ね、もう一番あったんですけど、これ。山でございました。こんな感じです。ここでちょうど一周やね。ここで一周でございます。